で、とりあえず、まあ、レンタルオファー来てる。太田シズン、韓国かよ。なんか、もうちょっとね、にしても、ドイツとかヨーロッパのね、でもまあ、あれだけどね、トップリーグになったけどね。強いんだけど。今日ですよ。俺がやりたいチームは俺が決めるっていう。本田圭佑流で。残りそうだな、確かに。だって、いつまでに決めないといけない？ 多分ね、移籍市場起きた。市場が閉まるのが30日だと思うんだよね。これニューポートカウンは、ティー。これもまなんたか、もや。イングランドの下の方かな。ニューポートカウンティー、フットボールリーグ2、やっぱ4部やん。4部。マジか。蹴りまくってそうる。いうようなレベルだと思われてんの。そうなのか。お、来た来た来た。さあ次は。さて、ステーボーネージ。イタどリこア2だ？部感があるんだ。イタリア2部だったらどうすんの？悩むな。どこっすか？一応イギリスの都市なんだけど、ステボネージ？ステボネージ。たじだ、ゃあ、弱いだろ。4部だろ、どうせ。3部であ、も行3部く？相当だ。3 部で行でくもこの？れ2013年の記事だから、わかんねえ。拒否とくか。いやーもう、自らの首を絞め続けていますね。俺がやりたいチームは俺が決める。もう、そろそろ、そろそろ来閉なまる。い。お。あ、来た来た来た、来い。次、次、次。クローリー。おー、クローリータンさん。戻ってきた。そんなに評価してくれてんのか。申し訳ないマジかー。さあ、次はどっから来る？もう来ないじゃん。あ、来た来あ、た来ほんた。8と。月まであるっぽい。アクリンアクと。リンいや、ト。もうどうせさ、どうせですよ。まず、プレミア、イングランドのどこまでなら受けるの？ 2 まあ、部2な部ら、ならいいかな。3部はもうダメ？3部はダメかな。ああ、それがね、僕のサッカードってやつですからね。4部相当ですああ、ね。はい、はい。はい。もうだから、イングランドは多分4部なんでしょそうだね。もう公式戦が始まってしまうっていう。う。やばいよ。チームゴール遅れるよ。レンタルオファーのお知らせ。次でもう決めようぜ。スビンドンタあ、もうこれ、引き算に行っとけばよかったんじゃない？ スイートンタウン、あ、イングランド3部だって。今？ちょっと良くなっちょった？と良くなった。これ粘ればもっといいとこ来るんじゃいないの？やー、だってもう強いとこは決まっちゃってるんでしょ？ そもそもさ、あ、選ばれてない。いいや、じゃあ。スウィンドン？スウィンドンを、あ、でも保留させると来ないのか。いや、怖ちょっと待って。い。怖いぞ。多分これ31日までに決めなかったら干されるんだよね、これ。一年間。1年間。それは、ちょっときついちょっときついよな。な、18歳で。まあ、冬のレンタルとかで出れるけそうど。そうそうそう。拒否かな。もうこシーれズン選ばれ始てまっないんとっだったたら。よ。ウォームアップ。頑張れ。勝て。あれ、なんか退場してる。早くないっすか？1分で退場。お、勝った。お、勝った勝った。勝とうが負けようが。悲しさあ、出るか。い。お、さあ、次は。クローリー来い。クルーアレクサンドラ。ダメだ。もうダメだよ。ちょっと待って。クルーアレクサンドラ、リーグ3部。あー。ダメなのか。半何もおが、さらい。いこいつはもう飼い殺しだ。やまあね、ここロコは、モティフ戦じゃん。出たかったな。選ばれていない。ロコモティフ。勝ってね。さあ、これは、さあ、どこまでわがままでいけるのかという挑戦ですよ。あ、おお。勝った。PK 勝ちしてんのよ。ずるいな。さあ、次はどこだ？お、来たぞ。
ハートルプール。これもなんかイングランドサブ州が取るな。いやいやいや、もうね。あと理論上、何回くらいできるんだ？あと多分3回くらいリセマラができる。リセマラっていう。ハートルプール。次ぐらいにちょっともう2部が。グランド4部。4部だってもう、3部のうちに決めとけばよかった。まだまだ、リセマラができる。アムカル。おあ、負けた。おいおい。ちょっと待ってくれよ。まあどうせ今年はチェスカにやらないから。うん。あ、でも怪我したね。カウナス。あ、ハートルプールの話ね。あ、来ない。ハートルプール俺拒否ってよな。拒否ってない？拒否ってない？拒否しとこう。あー、一個埋めました。あー、やばいぞ。多分ね、一回拒否ないと次のオファー来ないんですよ。うわ、強え。強えな、さすがロシア最強クラブ。さて。お？はい。あー、まあ、それは出てないもんな。ですね。ごめん、決めます、そろそろ。はい、そろそろ。そろそろ決めるんで。あれ？やばいぞ。あ、来た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 。もうこれ決めないと。あ、でもこれレンタルオファーじゃない、ね、あ、来た。次どこだ？ウィンブルドン、ウィンブルドン行こうぜ。ウィンブルドン行くかも、もうしょうがない。じゃあ、ウィンブルドン行きます。松岡修造要素も足していこう。もう、西堀圭を。西堀 K を目指すわ。ウィンブルドン何部出すんすの ?K 五郎丸本田する。K 五郎丸本田。お？ポーツマスとかいるから。4部だよ、4部。4部か、これ。3部からオファーが来ていたというのに。しかも、今、ランキングどれぐらいだった？ね。ニューポートとかの方が上じゃん？ウィンブルドン。あれ、ずっと来てたやつは？あれ？クローリー、あ、クローリーよりはいいところに。クローリーよりはいいところに。ネージよりもいいから、まあまあまあ。くしょー。じゃあもう、まさかここに来てしまうとは。ウィンブルドン。いや、ウィンブルドンに行くためにやってた。じゃあ。まさかこうも簡単にウィンブルドンに行けるとはね。な。まあもう、でも、ケイスケ的にもそろそろ今日切ったら本当に。ケイスケじゃない、ケイだから。ケイだ。ケイ。ケイ、ジー、ホンダ的にはね、もうそろそろ今日切ったら干されるんで、まあしょうがないと。まあスタメン、そこはスタメンできるよね、多分。まあ。これ変えなくていいの？なんか、変えろ変えろってさっきから言われてるけど。なんか変えろって言われてた？目標設定みたいなのなんだろう？あれ？そういうことかな？今、0-0 になってる。あ、これ、試合に出れば、みたいな感じで。ああ。さあ、早速、初戦が。使ってくれるのか。あ、ここまで、やっちゃな。え？これは？はい。初戦は、マンフィールドタウン。マンスフィールド。マンスフィードフィールドタウン。アウェイですね。それは選ばれるよな。おー。